はい、今日も始まりました。炎のディスクコマンドでございます。まあ、俺がいろいろ映画集めてる中で、そのコレクターズポイントってのがあるわけですよ。いろいろと。これは、まあ、何々の映画のカテゴリーとか。その中で、まあ、俺の中でやっぱりちょっと、まあ、ずっと前に U ボートってドイツの映画、あちらを紹介した時に行くから、まあ、大体潜水艦の映画を集めてきたわけですよ。大体潜水艦が出てくる映画とかね、もうそんな、もう Z 級のどひどいものから、まあ昔の名作とか、あと日本で発売されてない映画とかね。でも潜水艦映画に外れはないっていうふうによく言われそうてそう、ますけ外れど、はあるんだけどね。本当は 本当はある。だけど、まあ比較的あれだよね。潜水艦は盛り上がりやすいっていうのは確かだよね。食べて。だだっ広くないから。まあもうあの狭いシチュエーション一と発みころたいで。な感じですよ。まあ大体なんとなく見れるんだけど、まあだけどひどいものもあると。ドルフ・ラングレンとジャン・クロード・バンダムが出てる潜水艦映画とかね。まあなんひどだっく。け あなんるんかあっだけたどような気ね。がす俺るも買っね。て、ああ、これは、ごめんっつってすぐなんかちょっと売り飛ばしたけど。売らさなすくてがもいいに。じゃん、別に。これはちょっときついなと。まあ、それで、いろいろこの潜水艦もね、もちろんね、駆逐艦と戦ったりとか、潜水艦対潜水艦とか、いろいろある中で、18年に、このリュック・ベッソン制作の、このクルスっていう映画が、クルスク、はい、こちらが作られました。だから、ヨーロッパポップなんですよね。これ、いまだに日本、全然、あれだよね、話がないんだよね。そう、だから今回クルスクやるよって言われたから見ようと思ったんですけど、あれねえじゃんと思っなて。いんですよ。出てないんですよ、2018年。でも、クルスクは、これ、うまくもクルスクの実際の事件、2000年に起きた事故って覚えてる？ニュースがあった。まあ、当然2000年だから、まあ、普通に多分見てはいると思うんですけど、ニュースとしては。全く記憶になかったですよね。まあ、俺の世代なんか、もともとやっぱり子供の頃からそういう U ボートだったりとか、かに先行せよとか、なんか、眼下の敵とか、そういう潜水艦ものをやっぱりもともと、ね、テレビで映画でやって、もともと潜水艦ってやっぱりちょっと、戦争映画の道具ってですけど、一つとして、やっぱね、好きだったんで、結構見てたんですよね。で、その中でやっぱりこのニュースっていうのが、あとまあ、俺の中で日航の123便の御巣鷹山の事故とか、あれがね、ちょっと子供心にすごい印象的だったんで、やっぱ、ちょっとか、シチュエーションは違いますけど、同じような潜水艦の事故っていうところで、非常にまあ、当時報道されて、先に、それが、その実際に起きた事故ですね。これを元にして映画が作られたと。だけどこれ、あれなんだよね。去年か一昨年ぐらいに作られたフランスの別のアクション潜水映画は日本で公開されて、もう、もされるんで、なぜこれが未だにされてるか、だってなんされか調べたらすごくちゃんとしてる映画じゃないですか。すごい、あとお金も超体制かかっとかてもる。ね。キャストもすごい豪華だったし。なんか知んないけど、全然日本では何にも話来ないんだよね。だってもう2年ぐらい前ですよね、これね。もう2年ぐらい経ってる。これ高いのかな、まあ、けどもう別にね、すごい、まあこの後いろいろ言いますけど、いい映画なんで、別に普通に公開するなりソフト化してくれてもいい作品なんですけどね。まあ、ということで今回は潜水艦の、まあ、海難事故映画についていろいろ語っていきたいと。潜水まあ、艦拍手す特るわ集けじじゃゃないんなだいけでど、すまあ一か。応、ちょっとまあ、いいや、なんかこれもね、地雷の映画の時、俺が言ったことじゃないんだけど、まあ、潜水艦の事故、まあ、海難事故は何でもそうなんです。まあ、調べれば調べるほど、本当にもう気分的には落ち込む話なんで、あまり話をするわけではない。しかもね、クルスクなんか本当に起きた事故なんで、だっあれなんてですが、潜水これ艦にのついて。事故なんて大体その最終的なもうところっていうのはもうねまあね、船だってやっぱりいろいろとね、事故があって韓国みたいなね、船がこうやって横転してたくさんの人が亡くなったりとか、海上であったとしてもね、それでも悲惨なんで、もう潜水艦の事故って言ったらね、これはもうちょっと、しかも潜水艦のこの海難事故は、まあ、面白いって言っちゃあれなんですけど、もともと潜水艦っていうのはもともと誰にも見つかっちゃいけない兵器なんですよ。そうですね。だから音も出さないし、まあ、音波であったりとか磁気であったりとか、ね、そういうことに関してもできるだけ外に出さないで、誰も気づかれないでスーッと行って、まあ、やっつけ攻撃したりとか情報収集するっていう、
そういうあのものなんですよ。そういうものが、まあ、何らかの事故が起きて、まあ、海上の起きたところで火事が起きたりすれば、まあ、それはね通信出せば出したりとか、まあ、信じきるんであれですけど、まあ、特にこのクルスクみたいに沈んでしまってなのと、もともとのその潜水艦の持ってる利点、これが逆の方向に行くっていうところ、ね、よりなんかちょっと潜水艦の事故がちょっとなんか悲惨っていうか、うん、もともと見つからないようにしたのに見つけるときにちょっとこうなんか大変になるっていうのがね。でそのクルスク以外 の, その潜水艦が沈んだ映画とかで、もう大体やることはもう壁叩くしかないじゃないですか。見つけて誰かってその時は音を出しちゃいけないんだけど、うん、まあね、スクリューの音をどれだけ減らすかっていろいろ頑張ってやるんだけど、うん、今回は音を出してるとか、うん、まあ、通信手段があれば通信手段を使ってこういうことを教えるっていう、うん、そういうことが、まあ、そこら辺のところがまあちょっと、うん、まあいいや、まあね、まあ、映画としては非常に面白いよね。で、まあソビエトでね、まあ、梅子はあんまりクルスクの事件に関してまあおぼろげっていうことなんですけど、だからちょっと私ちょっと今あのウィキペディアを出しながらこの話に臨んでいます、うん、まあソ連、まあこれはこの時はもうロシア連邦になってます。まあ一応まあソ連といってもイメージ的には俺の世代的にはいいと思うんですけど、もうソ連からロシアにかけて、まあ他の国でもいろいろ起きてるんですけど、うん、もうソビエトロシア絡みはですね、このもう調べれば調べるともうね潜水艦事故の山だらけなんですよ。もちろん戦時中は攻撃されたりとかしてですね、まあそれで沈んで撃沈されないまでも沈んだりとか事故っていうのはもちろんあるんですけど、まあなかなかねもうロシア語の文献とか潜水艦の事故の一覧のウィキペディアって実はあまり存在せずですね、私も調べずなんかなくて、まあ一応私が唯一ちょっと手に入れた本の中で、まあ、大体ある程度調べたもので2000年まで戦後から2000第二次世界大戦後から2000年まで大体ざっと潜水艦の事故ってのはソビエトロシアで50件ぐらいほど多いですね。でそのうち原子炉絡みのものが10件うんだから潜水艦の事故っていうと大体あれなんですよ、ソ連とかロシア絡みなんですよ。もちろん2000年以降も日本も確か漁船とぶつかったりとか、あとハワイの方でアメリカの原船がなんだっけな、その海の学校の、うん、確か練習船にぶつかってそれで死人が出たりとか。そもそもそのロシアは持ってる数が多いってことですか、やっぱり潜水艦。なんか潜水艦って言われたらやっぱすぐロシアとかって連想するじゃないですか。もうロシアだね。ね、もうとにかくこのロシアっていうのは、まあ、いろんなことをやってるんだけど、まあ、特にみんながすぐこのロシアで原子炉っていうのは、はいはい、K-19 ね。そうですね。はい、K-19 は、まあうん、すぐ連想できます、ね。アメリカが初めて原子力潜水艦っていうのをね、作って、大体その後、大体2年ぐらい遅れて、そうソビエトの方は原子力潜水艦っていうのを実用化したんだけども、アメリカの方はもちろんもともとね技術っていうのはソビエトよりも高いんで、だいたい原子炉の事故っていうことに関しては調べた限りではアメリカは起きてない。ただ、うん、海難事故としては助からなかったって事故に関しては2件ほど大きいのが1960年代に、うん、その時の死者っていうのは今回のクルスが118人亡くなったんだけど、死者数で言ったらアメリカの事故は1個130人ぐらい、うん、っていうなんか、うん、ある、ね、うん、あるにある2回ほど大きいのがあるんだけど、まあその後ねもちろんスパイ合戦をいろいろやってるので米ソっていう、うん、だからもしかすると発表されてない事故とか衝突事故も絶対ありますよね。それはね、それはあるでしょ、ね、ソビエトと、うん、なんかいろいろとね、その第二次大戦中はこの U ボートみたいな、あと、まあ、これもディスコまでやったら眼下の敵とかね、はいはい、輸送して海上交通網とか輸送船を破壊するっていう形でやったんですけど、うん、第二次大戦後は別にね、その大っぴらの戦争ってのはもちろんしてないんで、うん、その後はもうスパイ合戦になるんですよね、アメリカとソ連の中の戦争の活動、はい、あとはどこでも核ミサイルをロシアとソビエトとかアメリカが全滅したとしても潜水艦があり続ける限りどこからでも報復ができる。そうですね、うん、でその後、その潜水艦をまた駆り立てる潜水艦がいたりとか、そういう形でスパイがメインで
いろいろ情報をやってるんで、まあ、ソビエトの、方も一生懸命それやって、まあ、そんでアメリカとソビエトの潜水艦としてぶつかったり、タンカーとぶつかったりとか、艦船とぶつかったりとか、やらかしちゃってるんですけど、とにかくソビエトって慌ててアメリカに続いて作ったんで、とにかく今はね、そういうことはないんですけど、技術力が低かったみたいです。で、その中でも特に原子炉。原子炉のクオリティってのは非常に 安全性が低いままにどんどんもうアメリカに追いつかなきゃいけないからどんどんやったらしいんだよね。K-19 がまさにそういう話ですよね。だってなんか K-19 は61年に確かやった事故だと思うんだけど、まあこの時も原子炉が冷却水のところが詰まったのかな。まあそのところ作りが甘いっていうことですよね、うん、まあウラン、まあ、作りが甘くて素材も甘いし、あとアメリカの潜水艦の原子炉ってのはウランの濃縮が非常に純度が高いらしくてですね、うん、プロペラスクリューが1個ぐらいで、あと形も違うんでそれでスピードがあるんだけど、うん、調べていくとなんかあんまりいいウランがウラン濃縮ができなかったらしくて、そのせいでなんか2つ以上複数の原子炉を備えてる。でその中で起きた、だからまあちょく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  K-19 みたいにこうやってなんか、まあ、何々が漏れたりとかガスが出たり、非常にもう年表のリスト見てるだけでつらーって話ばっかりなんですよ。学べお前らはみたいな感じですよね。いろんなところでガス吸い込んだりとか爆したりとかいう形、いろんなもう公表されてない人もいたら何百人も火が合ってるんじゃないですか。ソ連の方、ソ連、ロシアの、ロシアの方そうだもんな、また公表されてるだけでこの数であっ て, っていう、そうそうそう、公表されてもそれだけの数だからね、うん、ということで、はい、ちょっとね回線の方が不安定で音が途切れずって一回やりましたが、ちょっととりあえずチェックした結果ちょっと症状起きてますが、うん、まずなんとなく意味は分かるってことでそのまま続行させていきます。言ってませんしで一回編集点挟んでるんでちょっと話も前後するかもしれないから、それも謝っておきます。すいません、よろしくお願いします。すいません。ということでまあいろいろと、まあ潜水艦の役割が変わってきたりとかして、まあソビエトが原子炉に関して、あとまあ潜水艦というものに関していろいろとスペックを盛り込みすぎてるせいで、うん、どこどこが漏れたとかですね、あそこがおかしくなった、そんなことは結構頻繁に起きてる、事故ばっか起こしてる。申し訳ないけどやっぱり何だろう、資源とか人はいっぱいいるんだけども、資源がやっぱそういう形を集約できないまま背伸びしたテクノロジーをやってるおかげで、うん、そういうことが結構頻繁に起きたの。しかもアメリカをね敵に回さなきゃいけないんで、アメリカっていうのはやっぱり日本とかね、いろんな国に友好国作って話をするじゃないですけど、うん、そこにいろんな場所作れるんですよ、資本主義の国っていうのは、うん、それはね脅迫だったりとかお金をなんか自分たちの味方してくれる政府を作ったりとかですね、まあ、日本みたいに占領した後に友好国みたいな感じで作った、うん、でそこに基地作れるってことはいろんなところにやっぱアメリカってのは有利なんですよね、基地があるから、そこに、うん、でそこに行って潜水艦やるともうそこに一回こうやって基地作ったりとか駐留させたりすれば、哨戒網とかスパイ活動ってのは結構世界中いろんなところしやすいんですよね、うんうん、だけどそう一方ソビエトってやっぱ印象悪いじゃないですか。ロシアとか、まあ、今のロシアはあれだけど、まあいろいろとね自分の地続きのところでいろいろ影響力はかつてのソ連みたいに増やしてますけど、アメリカみたいに海を越えてもう全く関係ないところに自分たちの基地とか友好国ってなかなかソビエトって作れなかったんですよね、うん、そうですね、うん、そういうことでアメリカとじゃあそこでアメリカと張り合おう、うん、しかも海ってやっぱ広大でやっぱ当然必要じゃないですか。まあ友好国あったとしても、やっぱそこに行くまでやっぱ艦隊を派遣するっていうことはなかなかできないよね。場合によっては。アメリカみたいにこうやって日本に行きますって横須賀ボーってことはできないわけですよ。そんな。普通にそういうオープンな状態で基地がない。ということは、うん、やっぱ必然的に潜水艦っていうのは非常にいいツールなんですよね。うん、だって一応見えないから。海の底ずっとこう。そうそうそう、まあ数少ない友好国っていうところではあるんだけども、まあそういうところでやっぱソビエトが潜水艦っていうのはやっぱ張り合うことプラスやっぱりいろんなところにやっぱ自分の軍事力をこうやって派遣することとか、
あのスパイ活動することに関して潜水艦って非常にあの、まあ、あの選択肢としてやっぱちょっとクローズアップせざるを得ないものであったりとか、うん、そういうものはやっぱありますよね。だからそういうところでやると、まあ、すごい長いところ後悔したりとかしたりすると、当然あのそこで技術力が低かった場合は、まあ、何らかのトラブルって非常に起きやすい。やだよな、乗りたくない、ね、なかなかできないし、うん、でまあちょっといろいろあっち行ったりこっち行ったりするけど、すいません、なんかね、あのもともとあの、そのクルスクの問題のところで、まあもう一つ技術的にちょっと不安定とは、やっぱもうさすがにクルスクのができた時代っていうのはもう2000年ですからね、うん、あの技術力も原子炉に関してもなかなか立派なものになってきてるんですが、うん、あの問題なのは91年にソ連邦が崩壊したってことなんですよね。あで、もう今やあんまり映画の中でも取り扱われないんですけど、ピースメーカーとか懐かしい、うん、でこのあたりのことっていうのはやっぱソビエトが一回崩壊した後にお金がないですよね、国はもちろん、うん、あとソ連のところも大幅な軍の縮小を図ったんで、一応軍人で雇われてるはずなんだけど給料がもらえないとか、だからそういうところでこのピースメーカーって言われた問題になったってこと、これは核物質の転売だったりとかあれですけど、まあもうアメリカの自分たちの軍の装備品とか、うん、みんな売りまくったってことなんですよね、このところ。やばいな、そんな。このところで技術とか核物質とか、いろんな武器が世界中に拡散したっていうところで、そこをまあ、アクション映画としての一つの要素として入れたのが、ピースメーカー映画、まあ、こういう映画が生まれるぐらい、ソビエトは崩壊後のロシアのなんか、軍っていうのはもちろん存続はしたんですけど、ものすごい、目に見えて貧乏なんですよね。うん、いや貧乏ってことは、しかも海軍って結構冷遇されたみたいで、ロシア編ソ連が崩壊した後でも結構おまごまとした環境品というか支給されたものを個人的に売っ払ったりとかですね、うん、そういうことをしたらしく、あとまあお金がないってことは訓練ができない、もちろん燃料がそんなにないんで、そういう乗組員の練度が非常に低かったっていうのもこのクルスクの原因の一つと言われてる。今回ね、梅君が言った通り、新型の魚雷 の演習中に新型の魚雷を、まあ、発射テストっていうか、それをするっていうところで液体燃料が漏れたっていうのが一つ原因として挙げられてますけど、まあ、もう一つの原因として指揮者が挙げてるのは、まあ、乗組員の練度が非常に低かったっていう。潜水艦なんてもうプロフェッショナルしか乗ってないイメージがありますけどね。ないはずなんだけど、非常にもうちょっとお金が欲しいからそこにいるだけだったりとか、あと、そういう形で、あと訓練ができない、だからまあそういう人たちが、バレンツ海っていうところで演習やった時にこのクルスクの事故って起きたんですけど、まあ、そこのところで新型の魚雷発射とした時に練度が足りない人間が取り扱ったところで事故が起きた、あと、それによって、脱出に関してもやっぱ影響が出たんじゃないかっていうような、まあ、推測だよね、もう正直言って、これは。なんか、うん、ウィキ調べだけど、なんか一応なんか、すごくいい、なんかこう、動きを見せたっていうふうに書いてありましたけど、なんかクルスクの演習ではなんか。なあ、いろいろとね、うん、まあ、なんかその演習のためにまたなんか、新たになんか、うん、なんか乗組員がまた乗り込んだみたいっていうのを見た。うん。ただ、いろんなことが言われてる。うん、まあ、ただ、いろんな要素が複雑に絡み合って、このクルスクの事故が起きたって言われてる。うん、まあね。2000年の8月12日かに演習中に連絡を絶ってチームで、それでまあ映画の中ではね、よくこれは結構ちゃんとまあ調べると、大体ウィキに書いているようなことをなぞるような形で描かれてはいるんですけど、まあしばらく SOS を出すような音はしていたという形で、まあイギリス海軍とかのところもアメリカもまあアメリカは実際にはね、バレンツ海のところの演習のところで絶対演習潜水艦がいるときに、まあ、アメリカの潜水艦がいればロシアがいる、ソ連がいるだね、まあ、でソ連の潜水艦がいれば必ずアメリカの潜水艦がいるって感じで全部ね、結構してるんですよ。だからもうアメリカの潜水艦がちゃんと爆発する音はちゃんと聞いてるんだ、これはね、もうちゃんと演習見張ってるから、うん、まあだからそういうことを踏まえて、まあ、アメリカもイギリスに関してもこうやって、じゃあ必要があれば我々 もう機材
そことか出して助けますよって言ったんだけど、まあ、自分たちでソビエトの方のロシアのところで一応あの、潜水艦の救命艇というか一応設備は持ったんだけど、まあ海流が強かったりとか、あと練度が足りなかったりとか、技術的にやっぱりちょっとお金がないんで、そういうところ何回トライしてもなかなかあの、脱出用のハッチのところに接続できなくて、オロオロオロしてる間に時期を逸して、まあ、ようやくあのダイバーがあの、まあ、全員死亡を確認できたのが事故から1週間ぐらい経ってから、そこのところで完全に水没していることが確認されて、まあもうあの、その後あれだね、10日ぐらいしてようやくは死体を一部回収したっていう。ああ、でその時に、すぐ死んだはずだってソビエトソ連 の, あのロシアの海軍の人たちは言ったらしいんだけど、まあ実際には死体回収されたら、まあこれ映画の中で23人生きてたって分かった、この死体回収された死体の中にメモで、あの一応生存者23名のリストが見つかったからなんだよね、これね。そこのところで23年生きていましたっていう、あとまあ遺書を書いてる人が何人か、いたんでそれが分かったんだけど、まあいろいろね、今はもうすごい有名になったんで、このプーチンの名前も非常にクローズアップされたのも、このクルスクの事故があってから、私の記憶ではそうです。疑わしい。このプーチンってそれまであんまり誰も知らない。なんか名前はなんか変わったらしいけど、どういう人なんだろうってことはあんまり。ああ、そうですか。で、KGB 上がりでいかがわしい人間だみたいな、そういう悪のイメージが。まあ、KGB 上がりって時点でも。だから今はね、熊にまたがったりとか、いろんなアイコラなのが、ね、有名ですけど。ネタになってる。プーチンってあんまり。で、クルスクの乗組員の遺族、関係者たちがこうやってもう泣き叫んで、こうやってあの感情的にわきなんか泣きわめいたときに、それを黙らせるためにあのスタッフがこうやってわいっつって連れてって、あの鎮痛剤を打つ動画が流れたりとか、クルスクに関してはいろいろ俺の中の興味深いとか、あれか、ああ、なんかすごいニュースになったやつだ、あれなんか薬打つやつじゃないの、注射打ってなんか静かにして鎮痛剤を打って黙らせた。あれか、あ、これか。なるほど、今つながる。俺の曲だ、そういう、なんかいろんなそういう形で記憶に残る。まあちょっと話が飛んであれですけど、まあ一応あの、この、クルスクと、まあクルスクは日本ではあまり見てる人はいないと思うんですけど、まあ K-19 が、一応まあソビエト、ロシアの、あの潜水艦の事故の映画としては一番まあメジャーだと思うんですけど、一応まあ紹介するとですね、ソビエト絡みの、潜水艦の事故に関してはもう一個、これはもう、海外版なんで、ホスタイルウォーターズっていうですね、敵対水域っていうですね、あの形で本が出てるんですけど、あの昔 VHS という形で映像化された作品が一つあります。これも1986年のアメリカの非常に近いところで、ミサイル、核ミサイルの、格納してるところに水漏れが起きて、それがやっぱり液体燃料だよね。液体燃料と海水がなんか反応するとガスが発生するんだって。それが発生し、化学反応の火災が起き、その影響で原子炉が加熱してっていう形で、これもまあ、絡みの、火災、原子炉の絡み事故って形で、それがアメリカのすぐ目の前の海で起きたっていう。これは映画の中では確かアメリカの潜水艦とぶつかったせいで起きたっていう形で描かれてますけど、まあ、実際にはあのこの事故、あのもうあのこれこの、この潜水艦に関してはこの作品で描かれた、何年前かな、何年か前に同じようにミサイルのところから海水が漏れたところで火災の事故を起こしてます。でそれがまた同じ原因で今回は大騒ぎになった。そのまま、海底の中にこれ沈められたそうです。うわー、もう液体燃料やめた方がいいんじゃないですかね、本当に。液体燃料はね、安く済むみたいだね。そういう打つ時に安く済むから使ってる、まあ、本当は固形燃料を使うと非常に安定してるし事故が少ないらしい。なんか液体燃料はなんか安いみたいよ、使うことに関して。だって一番混ぜちゃいけないものがすぐ近くにあるわけですよね、その海水っていうね。まあだから言ってみればあれだよね、イメージ的に言うとダイハード3の爆弾みたいな感じだね。1の液体、2の液体を混ぜちゃうけど、爆発するみたいな、そういうイメージなんだ。本当に液体燃料 の, そ の, ジェあのドイツ軍が作った
メスターシュミット262っていう、本当に大変末期、ドイツ軍の最後のところで初めての、あれはジェットだよな、の関しても液体燃料を使ってるんですよね。あれも液体燃料が漏れて人間が溶けたとか、いろんな逸話が流れてあるんです。あとは、これもね、微妙に、これはね、まあ、事故っていうわけじゃないですけど、エド・ハリスとデビッド・ドゥカブニーの、ファントムっていう映画、これも一応ソビエトの、潜水艦の事故絡みの映画なんですね、これもね。これは、事故っていうよりは、ソ連軍の命令を無視して、この、これは何だっけな、129だっけな、2、これが、勝手に、129だね、K129 っていう船が、勝手にあの命令 を無視して活動して、ソ連軍も分からないところで勝手に事故、もしくは、艦内で、人によってはスパイ絡みの人によっては、これは中で反乱が起きて、核ミサイルをアメリカのハワイに発射しようとしたと阻止するために中で争って、それで自爆して沈んだんじゃないかっていう人もいます。でスウェートがそれ結局それを見つけられない、命令無視したんでどこにいるか分かんなかったんですよね。アメリカの方っていうのは、電話線引くみたいな海底ケーブルみたいなのがあるじゃないですか、はいはいはい、あんな感じで海、世界の海のところにソビエトの動きとかを監視するために超音機のラインをいっぱい作ってるんですよ。音を拾う巨大な装置を、それを使って、この沈んだところを割り出して、これを引き上げるっていう、これ実際起きたしね。でこの秘密裏に CIA とかが絡んで、これを、ね、引き上げたのね、このね、実際ソ連軍が場所わからないうちに自分たちで見つけて、でその中で、まあ、これは実際に何が起きたか分からないけど、その実際に起きたことを一応、まあ、これも、ね、映画の中ではこうやって勝手に中国のせいにして戦争を起こして、ソ連がするんだみたいな感じで狂った士官とエド・ハリスの艦長が対決するみたいな話なんですけど、これを元に作った、まあ、ちょっと何だろう、まあサスペンスアクション的な映画、実話ベースのアクション映画、ファントム、これが一応、まあソビエト絡みで映像化されたものに関しては、まあ唯一とは言わないけど、まあ一応こういう形だね。でただ今ちょっと今まだその今のその潜水艦が勝手にどっか行って核ミサイル撃とうとしてた話がちょっと今まだでかすぎて自分の中でこうと言われているっていう、そういう推論もしてる人もいる、まあ、だけど大方の人は何らかの事故が起きて沈んだんじゃないか、ただ連絡をしないで勝手に走り回ったって一体何なんだろうっていうのは謎として残ってるんです。映画じゃん本当にっていう。今では一応、まあ、勝手に暴走する人と艦長がっていう形でやる、まあ結構ね、これは非常に地味なんだけど、非常に最後なんか男泣きする映画なんで、これはぜひ機会があるそれ、でドキュメンタリーとしてこれはね、この実際にこの実際に起きた方ね、この潜水艦に関しては CIA が、ソビエトも感づいていろいろ嫌がらせをしたらしいんだけど、まあ、これを引き上げるためだけの、巨大な船を作ってですね、それで実際に全部投げ上げと3分の1ぐらい引き上げました。ソビエトのこのテクノロジー、まあ、もう正直言って引き上げた時はもう古くなっててあまり意味がなくて、情報の専門家がすると引き上げる意味ねえんじゃねえって言うんだけど、まあなんか面白かった引き上げたらしいですよ。で向こうの方ではドキュメンタリーとしてこの引き上げをどうやったかということに関しては、一応 DVD という形で出てますね。プロジェクトやっていう、プロジェクト船を作って、巨大のタンカーの中 の腹の下腹のところ、そこのところに引き上げ用の穴を開けて、それで本当に笑っちゃうぐらい、YouTube で見れるんだけど、笑っちゃうぐらいこういう、なんだろう、キャッチャーみたいな。クレーンゲームのアームがあるじゃないですか。あれをでっかいのを作って、それでぐーっと下まで下ろして引き上げるっていうことを本気でやりました。なんかロシアっぽいよね。なんか、その考え方とかがそう。だけど、まあ結局爆発で破損してたんで、途中で、あと水圧なのかな、アームの色がバーンって破損してしまって、それで衝撃で、いくつかバーンと落ちてしまって、もうほとんど正直言って得られたものが少なかったみたいですね。
笑えないけど笑えますね、うん、ロシアのそういうところってなんか。いやまあそういう形で非常にあのソビエト絡みに関しては一応これだけの作品が今のところ映像、まあ、もしかしたらドラマ舞台とか含めるともっとあるかもしれませんけど、まあ、ソ連ロシア絡みの潜水艦事故もしくはそれにまつわるものとしては一応これだけあります、うん、まあ特にあのさっきの敵対水域とかはですね、まあ、フィクションも入って実際の関係者から非常にクレームも来て訴訟絡みも起きたみたいですけど、非常にこれルトガーハウアーが艦長やってますからソビエトの、これはなかなかね男泣きする映画なんで、あのもう火災をこうやって消火するたびもう艦内でもうこれ手が打ちようがないって言って、じゃ あ, あのミサイル用のハッチを開けたままあの何十秒かだけかだけ潜水して海水で消火しましょうって結構燃える。で原子炉やっぱり止めて K-19 って同じです、決死隊が送り込まれて、うん、原子炉の制御棒をグーって入れて結局この、液体水域の中でもやっぱり K-19 と同じように把握して死んだ人、あとあの水蒸気が非常に漏れ出すんで、あの K-19 の中でとかこの敵対水域を見てると中でヘロヘロになるのはもうまず熱い、うん、あと、これはもう調べて、まあ、これはちょっと確かめてないんだけど、まあ、水蒸気がいっぱい出ると圧が高くなるんですよね。でもちろんあの解放圧を抜くために自分たちが安定なところでもハッチ開けたら放射能を帯びた水蒸気が来ちゃうわけですよ。ちょっと締めるよね、うん、で密閉されたところから放射能、あの原子炉ってもちろん あれ別に夜間みたい、夜間と同じようなことしかやってないんで、原子炉の理屈はあるよね、あ核物質でこうやってお湯沸騰させて、はいはいはい、まあ、正直言って夜間のヒューヒュー言ってるところに風車をこうやって近づけてくるくる、うん、同じことしてるんですけど、うん、水蒸気が圧が出るってことなんですよね。だから圧力がかかると人間の中でやっぱり体調悪くなるんだよね、これね、これは深く潜っていくと人間が潜水病っていう形でだんだんと酔っ払ったような状態になると同じことが起きるのかなと思うんだけど、そこのところで正常な判断ができなくなるってことで K-19 も放射能と熱さと圧力、そういうところだと体がぐったりするっていうことが起きてる、まあ、この敵対水域の中では作業を終わらせて潜水艦原子炉を停止させたんだけど出られなくて閉じ込められたまま1名死んじゃうのかな。だからその中でやっぱり原子炉内の圧力と自分たちがいるところの圧力の差、これのせいでハッチが開かなかったせいで出られなかったっていうような形で、だから途中でも意識失ってそのままもう放射能の影響とそれでもなくなってしまったっていう。もう原子力潜水艦ってだからもうその K-19 のあの描写が強すぎるからもう絶対乗りたくないですよね。なんかあった時のこと考えると。まああんまりね、まあ申し訳ないけど、まあアメリカとかの原子力潜水艦ってそうそうは事故は起きない。うん。なんだったら地上にいる我々より多分被爆量は少ないみたいですからね。あ、そうなんですか。その中で船内にいるうちはね。シールドされてるんで放射線、まあ、あとまあこれはもう皆さんすぐこの題材をねすぐ聞けばすぐピンキタキで、最近で言うとまあ原子炉絡みではチェルノブイリ、うん、こちらのドラマもうこれもやっぱ K-19 見た人と私たちがちょっとおなじみの人力で水を注水とかもう同じような光景で、その後消したいうことでね、この中でも描かれてますけど、ホース持ってよっしゃーってえっちらおっちら言ったと、ね、事情をちゃんとしてる人が彼らは助かるのか、助かりません。チェルノブイリは本当に最初の1、2話がもうえぐすぎますよね。やばいよね、こう原子炉燃えてこうやってぐわーって黒い煙がぶわーって持ってヘリコプターで様子見に行った科学者と政治局員かな、煙の中に行って様子を見てこいっつって絶対やめてくださいっつってあれね入ったら死にますよっつって、もうあそこ本当もう怖いよね、あそこはね。あそこなんかほら偉いさんがなんかこうね、なんか大声で偉そうに説明した瞬間にギャーってギャー吐くっていうパイロットのとこ行って心臓って言われてブルーってこれはもう怖かった、見てて本当ね。あとこう何も知らない人が放射能を入れてきれいっすって橋の上、きれいだねーと子供連れてでね、最終話のところでようやくあれだよね、ドローンかなんかでこうやってこの橋にいた人たちは全員が死んだというとかもう怖い映画なんだけど
まあ、一応まあ潜水艦ではないけど、チェルノブイリもまあそういう意味ではソビエト絡みの事故も映画としては。そうですね。ね。うん。まあありますが、まあ、まあ、あのクルスク絡みで言うと、まあちょっとこれは実際いろんな文献調べれなかったんで、やっぱ英語の文献とあとロシアの方の文献しかほとんどないので、なかなか調べられなかったんだけど、一応あのこの23人、俺が本を読んだ中では23人、この映画、クルスクの中で描かれた人以外に、あの原子炉の区画でも何人かは生きてたんじゃないかっていう話もあります。うんうん、で、そっちの方は、俺が読んだ文献ではこれ、実際あの原子炉で生き残った人たちが自分たちの手で原子炉のもう一回停止したんじゃないかっていう話もあるみたいです。生身で止めに行ったってことですか？ん？生身で止めに行ったってことですか？いや、あ、だからその時はどういう形か分かんない、やり方そこまで帰ったから、うん、だけどそこの中で原子炉の反応を自分たちが止めてそのまま亡くなったんじゃないかっていう話も、うん、すげえ。だから一番最後尾にいたこの映画の中で描かれた狂った人はまた別に生き残った人がいて、その人たちなんか原子炉を停止させたんじゃないかっていう話もあります。あ、うん、もしくはその人たちが、その人たちがいなかったら吹っ飛んでた可能性もある。原子炉を活動したまま沈んだんじゃないかって、うん、あ、うん、まあ、実際には1年の後にクルスクは、まあ、引き上げられてんだけどね、うんうん、6000万ドルから1億3000万ドルぐらいのお金をかけて1年後に引き上げられて、そこのところでまあいろいろと事件をまあ、どうだったかって調査委員会みたいなことをやったんだけど、まあ遺族の人とかマスコミとかそれは違うだろうみたいなところでいろいろとまあ何年間かこれでロシアの中でも揉めたみたいですね、これは。ああだこうだ、うん、だまあ非常に何だろう、政治判断、あとまあ軍事、まあこれはもう政治現場の軍人たちはもう正直言って助けたいっていうのがあったと思うんで、まあ政治判断のところがこのクルスクに関してもっと悲劇性を強めてるっていう特徴的なところだよね。単純に助けに行けるだけの機材を持っていった人が目の前にいたにもかかわらず、ふし我々でやるから待っててくれって、それでチャンスを逃したんじゃないかとか、最後の最後のこれ、みんなの中で疑惑を呼んだ事故なので、まあ、その中で、まあ、もともとはまあ、ね、軍人の中ではまあすぐ死んだんだっていうことを言われたんだけど、引き上げられて調査したところで8時間後ぐらいには全部水没したんだって言ったんだけど、まあ、だけど、その例までにいろんなこと何が起きたかってことをみんな漏れ聞いてるので、2日間ぐらいは実際には生きてたはずだっていうの一応言われて、軍部政府の発表と実際そういった実際当時の証言のところでまあいろいろとそこで揉めた、うん、でまあ実際には2日メモ見てるとちゃんと脱出用のスーツを着たりとかいろいろと活動したりとか手紙書いたりとかそういうことがあるんで、まあ、どう考えてもこれ8時間の中でそんなこまで心の余裕が生まれるはずがないので、まあ多分ロシアの政府の発表に関しては正式発表に関してはどう考えてもこれ疑わしい、うん、言われてます。だって映画の中だと結構みんなが寝たりしてましたよね、だってなんか事故あったとか、ね、うん、そうそうそう、だからそれなりの時間があったはず、うん、ただまあ引き上げられたと正式発表はそんなに時間はなく、だから私がこうやってロシアとかプーチンがもっと早く上のレスキューチームのことを応援を仰いでいれば助けられたんじゃないかっていうこと、それを多分認めたくないがために嘘の発表してるんじゃないかっていう疑念が未だに続いてる。だから、うん、もう今となってみんな死んじゃったんで、もう行ったところで仕方ないってことで、もう行ってもしょうがない話なんだ。チェルノブイリから何も変わってないじゃないかっていうことですよね、本当。まあね、うん、まあ、まあね、まあ、俺の。